ここまでの内容からお分かりかもしれませんが、このシリーズは行列とベクトルの操作を一次変換のより視覚的な視点から捉えることに重きを置いています。この動画も例に漏れず、逆行列、列空間、回数、ゼロ空間という概念をそうした視点から表現していきたいと思います。ただし先に断っておきますが、これらを実際に計算する方法についてはお話ししません。結構重要なのではと思われる方もいらっしゃるとは思います。こうした計算方法について、このシリーズと別で学習の役に立つ資料はたくさんあります。ガウスの消去法や行階段形といった単語を調べてみてください。このシリーズで加えられるべき価値というのは直感的な部分だと思います。それに実際のところソフトウェアがこれを計算してくれますからね。さてまず線形代数がどう役に立つのかお話ししたいと思います。すでに皆さんは空間の操作を表現するのに CG やロボット工学において線形代数が役立つとお分かりだと思います。しかし線形代数がより広くどんな技術的領域にも応用される主な理由は、ある種の方程式系を解けるからなんです。方程式系というのは変数がいくつかあって、それらを結びつける方程式もまたいくつかあるような時ですね。こうした方程式がとても複雑になってしまうことももちろんありますが、運がいいと特別な形になることもあります。それぞれの方程式について変数は定数倍されて足されているだけになっています。累乗とか豪華な関数とか変数同士の掛け算みたいなものはありません。こうした方程式形はこんな感じにきれいに並べられます。左側に全ての変数を書いて、右側に残りの定数を置きます。また同じ変数が縦に揃っているといいですから、変数が方程式に現れないときは係数に0を書いておくとこれができますね。これは線形方程式形と呼ばれます。なんだか行列とベクトルの積のように見えたという方いらっしゃいませんか。実際これらの方程式全てを一つのベクトル方程式にまとめることができます。係数すべてを含む行列と変数すべてを含むベクトルがあって、その積が別の定数のベクトルになっているようなものです。ここではこの行列を A と呼んで、変数のベクトルを X、 右側の定数のベクトルを V としましょう。これは単に方程式形を一行にまとめるための小技というだけではないんですね。この問題を幾何学的な視点から見るきっかけになってくれます。行列 A はある一次変換に対応しています。なので AX イコール V を解くことは、あるベクトルで変換の後 V になるような X を探しているということになります。どういうことかちょっと考えてみましょう。複数の変数がごちゃ混ぜになっている複雑な概念が、空間を変形させてどのベクトルが別のベクトルに動くか考えるだけで理解できるわけです。すごいですよね。簡単なところから始めましょう。2つの方程式と2つの変数からなる形があるとしましょう。行列は 2×2 行列で、 V と X はどちらも二次元ベクトルです。さてこの方程式の解についてどう考えるか。これは A に対応する変換が空間全体を直線や点のようにより低次元に潰してしまうか、二次元の広がりのままにするかによります。前回の動画の言葉を使うと、 A の行列式が0である時とそうでない非0である時で場合分けするんですね。よくある場合から始めましょう。行列式が非0で、つまり空間が面積が0の領域に潰されない場合です。この場合変換で V まで動くベクトルが必ずただ一つ存在します。これは変換を逆再生して V がどこへ行くか見ることで見つけられます。AX イコール V となるようなベクトル X が見つかりますね。変換を逆再生すると、これは別の変換に対応していて、A インバースや逆変換と呼ばれるものになります。A のマイナス1乗のように表記します。例えば A が半時計回りに90度の回転だったら、A インバースは時計回りに90度の回転になります。もし A が J ハットを右に1だけずらす先端なら、その逆変換は J ハットを左に1だけずらす先端になります。一般に A インバースは次の性質を持つ固有の変換です。まず変換 A をし、それから逆変換 A インバースを適用すると元の場所に戻ってきます。ある変換の後に別の変換をすることは行列の掛け算として代数的に捉えられましたよね。この A インバースの核心となる性質は、つまり A インバース ×A が何もしないことに対応する行列に等しくなるということです。何もしない変換は後頭変換と呼ばれます。i ハットと j ハットを元の場所から動かさないので、その列は10と01となります。
この逆行列が見つかれば、実際のところコンピュータで計算すれば、 V をこの逆行列で掛け算することでこの方程式を解くことができます。おさらいですが、幾何学的には変換を逆再生して V を追っているだけですね。この行列式が非0である場合、ランダムな行列の選び方については圧倒的に多いケースですが、これは2つの変数と方程式があれば、ほとんど確実に唯一の固有の解があるということに対応しています。この考え方はより高次元でも成り立ちます。変数と方程式の数が等しい場合ですね。同様に方程式形は幾何学的に解釈することができますね。A という変換があって、それと V というベクトルがあって、V に行くベクトル X を探しています。変換 A が空間全体を低次元に潰さない限り、つまり行列式が0でない限り、逆変換があります。まず A の変換をして、それから A インバースをすると何もしないのと同じことになります。方程式を解くためには、ベクトル V にその逆行列を掛け算すればいいんですね。しかし行列式が0である場合、この方程式形に対応する変換は空間をより低次元に潰してしまいます。インバースはありません。直線を広げて平面にすることはできません。少なくとも関数のできることではありません。この場合、それぞれのベクトルをたくさんのベクトルに変換することになりますが、関数は1つの入力に1つしか出力を対応させることができません。同様に3つの変数と3つの方程式でも変換が3次元空間を平面に、あるいは直線や点に潰してしまうとき、逆行列はありません。これらはすべて行列式が0になります。任意の領域が体積0に潰されますからね。インバースがなくても解が存在することはあります。ただ例えば変換が空間を直線に潰すとき、運よくベクトル V がその直線上にないといけません。もしかしたら行列式が0の場合でも他の場合より制限されているような場合があると感じているかもしれません。例えば 3×3 行列の場合、空間が平面に潰される時より直線に潰された時の方が解が存在するのが難しいように見えます。行列式が0というよりもうちょっと詳しい言い方があります。変換の結果が直線、つまり1次元になる時、回数が1であると言います。全てのベクトルがある2次元平面に行き着くなら回数は2であると言います。なので回数は変換後の次元とも言うことができます。例えば 2×2 行列の場合、頑張っても回数は2までですね。つまり規定ベクトルが2次元の広がりを保ったままで行列式が0でないということです。一方で 3×3 行列の場合、回数が2だと回数1ほどまでではないけど潰れたということになります。もし3次元の変換の行列式が0でなく、その結果が3次元空間全体を満たすなら回数は3です。行列についてこのような全ての出力、それが直線でも平面でも3次元空間でも、集めた集合をその行列の列空間と言います。名前の通り列ベクトルの線形結合の集合ですね。行列の列は規定ベクトルの移動先ですから、このスパンが全ての可能な出力になりますよね。言い換えると、行列の列空間は列のスパンです。なので、より厳密な回数の定義は列空間の次元ということになります。この回数が可能な範囲で最大であるとき、つまり列の数に等しいとき、その行列はフルランクだとか最大回数、充足回数を持つと言います。さて、原点0ベクトルは常に列空間に含まれます。一次変換では原点は固定されますから。フルランクの変換について原点に移される唯一のベクトルは0ベクトル自身です。一方、フルランクでない行列、低次元に潰すような変換については原点に向かうたくさんのベクトルが得られます。二次元の変換が平面を直線に潰すとき、これと異なる方向に直線があって、これらのたくさんのベクトルが原点に移されます。三次元の変換が空間を平面に押し潰すときも、原点に向かうベクトルの直線が存在しますね。
もし3次元の変換が空間を直線にしてしまうなら、原点に向かうベクトルの平面があります。この原点に移されるベクトルの集合を行列のゼロ空間、あるいは核空間と言います。原点、つまりゼロベクトルに移される全てのベクトルの空間ですね。線形方程式形では V が0ベクトルの時、ゼロ空間は方程式の全ての解になります。さて、ここまで線形方程式形のとてもハイレベルな幾何学的な見方をしてきました。それぞれの形がある種の一次変換を持っていて、その変換に逆変換、インバースがある時、これを使って解くことができます。逆変換がない場合、そもそもいつ解が存在するのかは列空間の考え方でわかります。そしてゼロ空間は全ての解の集合がどんな見た目か教えてくれますね。繰り返しになりますが、ここで扱っていない内容もあります。特にこれらをどう計算するかです。また例として方程式の数と変数の数が一致する場合に限りました。しかしここでのゴールは全ての事柄を教えることではありません。皆さんが逆行列や列空間、ゼロ空間といったものについて強力な直感を得て、今後の学習に役立つようにすることが目的です。シリーズの次回では非正方行列について短くお話しします。その後は内積や一次変換でこれを見たとき起こる面白いことについてお話しします。それではまた。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter で動画の更新をお知らせしているので、そちらもチェックしてみてください。